はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ガンダムユニコーン、今回からこちらをやっていきましょう。いやー、とうとう来ましたね。ステージ1、ユニコーンの日。西暦最後の夜、この日人々は神の世紀と呼ばれた時代に終わりを告げ、新しい世界を生み出そうとしていた。原始の闇に文明の火が灯った日から数千年、大海と大空をめぐり宇宙へ昇る術を手にした人類は、母なる地球のゆりかごの外で人工の大地を築くことすら可能とした。これからの世界を生きる人々は宇宙に住み、根付き、そして星々の輝きの中で命を育むようになるだろう。それは人類の誰もがスペースノイドとなりうる時代、広大な宇宙の常闇に文明の火を輝かす時代の到来であった。今宵人類は9世紀の神から契約更新の時を迎えるべく、地球の低周回軌道上に置かれた首相官邸ラプラスにおいて、連邦政府主催の改暦セレモニーを執り行おうとしていた。地球と宇宙に住む全ての皆さん、こんにちは。私は地球連邦政府首相リカルド・マーセナスです。まもなく西暦が終わり、我々は宇宙世紀という未知の世界に踏み出そうとしています。この記念すべき瞬間に地球連邦政府初代首相として皆さんに語りかけることができる幸福に、まずは感謝を捧げたいと思います。私が子供の頃、首相や大統領が語りかけるのは自国の国民と決まっていました。国家とは国民と領土の統治機構であり、究極的には自国の安全保障のためにのみ存在するものでした。今、人類の宿願であった統一政権を現実のものとした我々は、旧来の定義における国家の過ちを指摘することができます。人間が一人では生きていけないように、国家もそれ単独では機能しえないことを知っています。地球の危機という課題に対して旧来の国家は何ら有効な解決策を示せませんでした。20世紀末用から指摘され始めた人口問題、資源の枯渇、環境破壊による熱汚染、今や後戻りの許されないこれらの問題を解決するには、我々一人一人の意識改革が不可欠だったのです。そして宇宙世紀0001、1月1月1日、惨劇か、あるいは人が抱える種族の業か、新しい時代の幕開けとともにそれは起こった。ラプラス事件、宇宙世紀開闢を血で汚した人類史上初の宇宙テロである。首相官邸ラプラスの幾何学的美学を誇っていた円環は無残にも瓦解し、銀の輝きを失った無数の鏡片は地球軌道上に飛散した。そして事件を引き起こした犯行グループも、テロ実行後作業艇もろとも原因不明の爆発を起こし、ラプラスと運命を共にする。これでこのテロ事件の真相は全てが葬り去られるはずだった。だがその惨劇の舞台から一人生還を果たす者がいた。サイアム・ビスト、貧困により報酬目的でテロに参加した青年である。彼は作業艇の爆発に飲まれるも、奇跡的に命は取り留め、爆風の力に押されるがままラプラスの残骸群へと流れ着く。そこで青年はある物体と開口を果たす。その偶然の連なりが後に彼と関わる多くの人生と
宇宙世紀の歴史に長く暗い影を落とすこととも知らずに。時は流れ、宇宙世紀0096、革命の熱が過ぎ去り、定年の風が吹く空は星の光も冷たい。ジオン公国と地球連邦政府の戦争も終結して久しく、地球圏は停滞という名の平穏に浸り始めていた頃、箱の秘匿により栄華を保ってきたビスト財団の当主カーディアス・ビストは、財団の宿願を果たすため袖付きとあだ名される反政府組織と接触を図ろうとしていた。時代は揺れ動く可能性の未来を求め抗うことを止めない。解放すれば地球連邦政府が転覆するとまで言われる宇宙世紀の禁忌、ラプラスの箱。そのラプラスの箱とは何か、そしてラプラスの箱が抱える秘密とは。今宇宙世紀100年にわたる呪いを解くべく、歴史の針は新たな時へ動き出そうとしていた。こっちのじいさんはサイアム・ビストですね。もう100歳は過ぎてます。なんだっけ、なんか冷凍睡眠みたいなことやって一応生きながらえてんのかな。私を許すか。で、今真ん中に映ってるのがサイアムが寝ているベッドかな。見た感じサイアムはもうほとんど動けないですね。寝たきり。ユニコーンの日。見た感じボロっちいコロニーだな。そういえばシャアが密閉型のコロニーとオープン型のコロニーとか言ってましたよね。何がどう違うんだかさっぱりわからん。これはもう侵入した後バナージがオードリーを助けた後ですかね。4車線4車線か、結構でかい道路だよね。信号の青黄色赤っていうのはずっと変わらないんだね。まあそれがいきなり変わってもね、困るからね。絶対事故るし、いきなり信号が変わったら。戦争を止めるために動いている。
やはり名乗るときは自分から名乗るのがどこでも礼儀なのかね。他の国とかってどうなんだろう。やっぱり自分から名乗らないといけないのかね。子供の声はら流行ったろってさ、ハロってどんくらいするんだろう、値段。結構性能いいよね。普通にさ喋ってさ、ある程度のことはなんか記憶して学習しますからね。誰でも買ってもらえるようなものでもなさそうだけどね。そういや、エウーゴっていつ亡くなったんだ。ダブルゼータの後なんか名前出てきてないっすよね。ロンデニオンの指令なんだ、ブライトノア。監視カメラ常にチェックしてるのか、それとも人が映ったから見たのかな。ハロをさ普通に抱えてるけどさ、ハロってどれくらい重いんだろう。ちなみにピカチュウめちゃくちゃ重いの知ってますあのサトシは普通にピカチュウ肩とかに乗っけてますけど、あれって確か何十キロってあるはずですよ十何キロとかだったっけ。とにかくね、二桁台のねキロ数なんですよ。それを肩に乗っけて走り回ったりしてますからね。どんだけマッチョなんだよっていう。この屋敷からさ、買い物とか行くの大変そうだよね。結構遠いんでしょ、だって。一応この屋敷は秘密になってるから、ネットで注文しても届けられないですよね。ってことは自分から買い物に行かないといけないっていう。これが読めるとか、どこに文字が書いてあるんだっけ。
ランスで制作された。不法侵入だなこいつは。君は帰りたまえ。キーワードはラプラスの箱ですね。で、箱には鍵がかかっていると。理事長でもさ、人のこと勝手に調べていいの？理事長ってよく分かんないんですよね。その理事長と校長がね、いまいち分かんないっていう。どういう立場で違うのか。会社でいう社長と会長みたいな感じかな。とりあえず帰るときに口止め料でももらっておけば。ここ秘密なんでしょ、だって。カムリを決め込んでいる。これ宇宙さ、毎回こうやってさ、この石ころがさ浮かんでるけどさ、本当にこんな石ころいっぱい浮かんでんの？目の前通過してんじゃん、モビルスーツの。
この隕石とか結構でかいよね。モビルスーツよりでかいもん。いや、これはもう無理だ。完全に取り囲まれている。敵だ。今この屋敷には側近しかいないよね。さっきのハゲ、やっぱりカーディアスビストの下で働くのは大変なのかね。それで頭がハゲちゃったみたいな。まあそんな感じじゃないけどね。ニュータイプの存在。まあそのためにね、一年戦争が終わったらアムロを軟禁状態にしたからね。時間。お、爆発か。地震かと思った。てかコロニーだから地震とかないよね。なんか起きない限り。壺とかよく落ちないよね、この揺れで。いつの間にか夜になってんだ。特殊部隊。
すごいね、ミノフスキー粒子って。ミノフスキー粒子ってなくならないのかな、空気みたいなもんなのかな。お、ジェガンが来た。ジェガン、スタークジェガンいなくね。まとわりつくな。黙らせる。ああ、スタークジェガンとの戦闘がない、あれが超かっこいいのに。黄色いアルベルトビスト、第3軍がいるってことか。今が良ければそれでいいんだ。おお、ジェガン強いね。連邦しかいないでしょ普通に。違いになっちゃったね。あれ、リディマーセナスは緑だ。そんないっぱい軍が出てくるの。スーツで自分だけ逃げるつもりだったんですか。逃げても長くは持たん。何なんだよあんた、偉そうなことばかり言って何もできないんじゃないか。オードリーは戦争を止めるためにあなたに会いに行った。あなたにはその力があったんじゃないんですか。みんな
明日の予定だって来週の予定だってあったんだ。あんなの人の死に方じゃありませんよ。少なくとも母さんは、僕の母は違いました。もっと厳かだった。少なくとも人は動物とは違う。人の死は無下であってはならん。なのに我々大人は無益な血を流しすぎた。そればかりか、地球を食い潰し宇宙に吐け口を求めてきた。今こそ人は自らを律し尊厳を取り戻さねば。百年前に紡がれた希望を生かすために、内なる可能性を持って人の人たる力と優しさを世界に示す。人間だけが神を持つ今を超える力、可能性という内なる神を。ここまで来たその気持ちが揺らがぬ自信はあるか。彼女が背負っているものは重いぞ。共に行くにはこの世界の重みを受ける覚悟がいる。それでも自信とか覚悟なんてない。俺は彼女に必要とされたいだけなんです。ならばこいつを持っていけ。お前をふさわしい乗り手と判断すればユニコーンは無二の力を与える。ラプラスの箱への道も開くだろう。ラプラスの箱。我らがビスト一族を百年にわたり縛り続けてきた呪縛だが、使いようによってはこの宇宙世紀に光明をもたらす。それはアンナはこの呪縛にお前を取り込ませたくないと、私の前から恨むだろう。アンナ、そしてお前も。だが行け。恐れるな。自分の中の可能性を信じて力を尽くせば道はおのずと開ける。そんな今さら勝手ですよ。許してほしい。お前とはもっと、もっと。バナージ、私の望みは叶ったよ。アンナ。父さん！私のたった一つの望み、可能性の獣、希望の象徴。父さん、母さん、ごめん。俺は行くよ、オードリー。ビームマグナム持ってんね。まあどうせ持ってないんだろうけど。バナージがマリーダを撃破。うん、ビームサーベルしかないよねやっぱり。フルサイコフレーム、アイフィールド、
宇宙と地上両方 A なんだ。おお、すげえな、気合。さてこれは突っ込んじゃっていいかな、このジェガンを。あ、ジェガンってか緑か、動かせない。どうする。ちょっとどうせさ、フィーズサベルって1しかないからね、このターンは任せよう。あ、そうするとクシャトリは多分ジェガンを攻撃しちゃうな。いや待って、テンション上げるだけになってんな。強すぎだろ。当てろ。マジか。さてここで攻撃に走ろう。ガンダムは敵。今はやるしかないんだ。俺はあなたを止めてみせる。この分からずや、その程度で。足の速いやつがいる。力づくじゃ何も解決しない。力押しで勝てるかな。あ、クリティカルが出たのね。いけ、頑張れ。よし、よくやった。お前はもう用済みだ。このまま反撃して絶対大丈夫だよね。てかむしろかわしたし。よし、次で倒せるな。ジェガンを3球失ってしまった。搭乗者および機体の種族、戦闘目的。あ、戻ってる。失態だな。一応降格はしないで済みそうだ。すまんねえ、やれてしまったよ。運か、運で生き死にが決まるのか。
サラミス級の残骸。月のホームブラウン。宇宙だからさ、ちょいとこづけばそのままどっか行っちゃうんじゃないの？手法一発でどれくらいエネルギーいくかだよね。何位置を知られたか。いや、この変形機構を考えたのもすごいよね。夏目スワンソン。ってことはさ、その夏目スワンソンはさ、ミネバザビーに似てるってことじゃん。逆にさ、夏目スワンソンさんはさ、ミネバザビーに似てますねって言われないのかな。ミネバザビーなんてわかんねえか、みんな。
エコーズは結構有名なんだね、隠密の割には。うおー、マジか、極刑も適用されるのか。あ、ネイラーガンあって後ろからも出れるんだ。一個カタパルトがあるね、後ろに。いいから撃ちまくれって。高熱源体急速に近づく。モビルスーツ。見せてもらおうか、新しいガンダムの性能とやらを。2機のクラップ級ってさ、別になんかこの時代だと大したことないように思えるんだけど。いや、逃げろって言われてもね、そりゃ本当に背中から撃たれるよ。ああ、第1から第4までのカタパルトあるね。はいやー、一気やられた。
え、敵が今フルフロンタル一人だけだな。余裕だ、ぶっ潰してやる。3ターン以内もう楽勝楽勝。いくらフルフロンタルといえどもまだステージ1だからね。とりあえず艦砲射撃撃ってみよう。 61% 回避で49か。やらせてもらう。かわされた。デラ塚か。 41% 当たらぬ。こいつらなんか弱そうだからな。誰を出すか。とりあえずサイコハードでも出しておくか。あれ、アイフィールドとか持ってないよね。おお、全然ダメージ食らないな。ってことはアムロの部隊を出すか。うわー、やっぱ強えな。ミカミックスそう考えると強いんだな。めちゃくちゃ命中率高かったかな。あとは5400、もうこのターンで蹴りはつけちゃおう。え、9カシマ大丈夫か。 60% くらいか。普通に強い。うら気象位アリスを使うか。アリスってどんな感じなんだ。ここで引いたら負ける。前に出るんだ。ところでモタモタしてはいられないんだ。くらえ。このままじゃ敵の思うつぼだ。そこだ。冗談ではない。かっこいい。それレベル上がるよな。いやー、ウラキショウイもめちゃくちゃ成長してきたね。ガトーを相手にして、フルフロンタルを相手にして、この状況を見てもそう言えるか。ガンダムだらけだぞこっちは。一応見ればみんな知ってるは知ってるんだね。まあ姿を見て見ればだっていうのは分かんないかもしれないけど、名前を聞けばジオンのお姫様だっていうことは知ってんのか。
まあこういう場合はね、力がある方が強いからね。3分だからね。やっぱりモビルスーツの操縦ってそんなに難しくないんだね。操縦するだけだったらみんなホイホイ乗ってホイホイ動かしてるからね。初期設定のやり方、あ、それもわかるんだ。最初のさ、ギラ2ではさ、かすめただけでさ、破壊されたけどさそれ以降別にさ、かすっても破壊できなくなったよね。
私に撃たせたな。お、しかもこれ何？ギラ動画か普通の。このままもう即座に倒しに行こう。もうステージ的にはもうこれで終わりか。話は長かったけど割りかしすぐ終わりそうだな。じゃあハマーン様を出すか。まずは真ん中。あ、そうそうそう、シロッコはねタイタニアに乗り換えたんで、これでだいぶ射程も長くなったかな。ジオはねさすがに射程が短すぎるんで、いけ。今はもう消えていい。いやーいいよね、シロッコがファンネルを操るって。280か。まあでも結構強い方かな。ハイニューが300だからね。ハロが邪魔でいけねえんだけど。ギラズールは来るか。あれ、さすがに死に族内の雑魚ども邪魔なんだよ。射程が長いな。7か多分。量産型ニューガンダムは結構やられたからな。ここの舞台は一回帰還しよう。戦艦もう少し出て、これこっちか。でユニコーンも前に出そう。届くか？届かない。ビームマグナムとビームサーベルしかない。サイコカロ一応ここにつけとこう。で、カロメガビーム。これだけの数だとちょっとゲットゲージはためらんないかな。くれないとオードリーが。相手をしてもらおうか、ガンダム。頃合いだな。これならよくかわしたな。可能性という名の光を消してしまってはいけないんだ。こんなことしている場合じゃないんだ。何？強っ。うわ、結構食らうねやっぱり。こいつはもう倒していいでしょう。うおぉ、戦艦がやっぱりめっちゃ食らうな。
あとちょっとなレベル上げたいやつ、ゲーム歩くとかまだ1だからな。これは支援をかけないと、無理だね。やっぱりこれでシマンジはもう多分ね、ネオジオングが作れると思うんですよね。作れるね。よし、あとはここのチームゲーマルク一斉射撃。結構は無理か。マザーファンより行こう。ついでにこいつの援護も入れるか。一応このステージはもう普通にユニコーンがいればなんとかなるね。あとはこのギラズールを倒すだけと。どうしようかな。ダブルゼータ、ハイメガキャノン。ハイメガキャノンはやっぱ強い。普通にさて、じゃあユニコーンで倒しますか。こいつはんだ。タクヤとミポットとノーム、エネルギータンク、これはもういらないな別に。で、一応ネオジオングが作れると言えば作れるけどな。これでかいかな。でかすぎだろ XXL ってちょっと使いたい感はあるけどな。まあこんなものかな。あと捕獲ギラ動画は多分もういらないな。金にしておこう。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。